こんにちは、土の子です。さあ、ルイージマンション2の方やっていきましょう。ヒヤキーヤ行動、なんかみんなのコメント見るとここからが本番、今までがチュートリアルみたいな感じで脅かされているので、ここでね、多分強いお化けたちが出てくるんでしょう。さあ、じゃあやってみようか。宝石は、宝石集めもそういえば残ってるよね。キノピオくんと合流じゃん。お、いきなりキノピオくんと合流。暖炉の前で居眠りでもしているに違いない。やってみましょう。さて、ルイージくん、新しいエリアの調査開始じゃな。次のエリアはズバリ、ズバリ雪深い山頂にある採掘場でしょう。その昔、この山の地下から とても特殊な力を秘めたクリスタルが取れることが分かっての、そのクリスタルを採掘するために密かに採掘場が作られたのじゃ。この採掘場をレーダーでスキャンしてみたのじゃが、ダークムーンのかけらのかすかな反応はキャッチできたものの、反応が弱すぎて正確な位置まではつかめなかったんじゃ。かけらの反応が弱い理由か、それはわしにもわからん。このエリアの吹雪は、このエリアの吹雪のせいなのか、それともお化けのせいなのか、まあそんな理由はどうでもいいんじゃ。実はな、こんなこともあろうかと先にキノピオくんを送り込み、ダークムーンのかけらの所在を見つけ出すように指示を出しておいたんじゃ。さすがおいし、いや捕まってんじゃねえの、どうせ先を見通す力が半端ないの。キノピオくんか、そういえばまるで落とされたがないの。いやいや、もう2回とも捕まってるじゃん。まったく、どこで油を売ってるんじゃ。どうせどこかでのんびりのんびりでもしておるんじゃろ。ルイージ君、すまんが、まずはキノピオくんを探してくれるかの。温かいロッジが一番怪しいからの。まずはロッジに向かうんじゃ。よろしく頼むぞ。凍ってる、寒いから、どんなギミック使ってくるんだろうな。やっぱ滑る、冷たい、固まる、氷で固まらせる、水を固まらせるみたいなことあるかな。予想していこう。うわ、寒そう、やべえ。僕も今実は半袖でね、もう鳥肌が立ってきた、寒くて。見るだけで寒い、これ。どれどれ、行ってみようかの。ハローハローじゃねえだろ。どこにも人はいないだろ。うわぁ、普通のロッジじゃんこれ。狭そう、寒っ。あ、ちゃんと下に、ん、なんか怪しいとこあるか。吸い込め。おおおおおお、あ、なんか鏡になってるぞ、あれ。鏡になって、へえ、氷で鏡になってる、これか。あ、なんか吸い取れる、なんか吸い取れる、あ、吸い取れるね、基本。オッケーオッケー。なんか X ボタン出なかった、なんだ。おおおお、あー、あ、よしよしよし、金が舞う。金が舞ってくる。もっとこい、もっと出てこい。これも吸えるのかな。上は関係なし、あんまり。あら、雪だるま、誰が作ったんだ。お化けたちが作ったのかな。吸い取っちゃえ、ええー、首はねちゃった。かわいそうだから、ちょっと顔描いてあげよう。誰だ、僕の他にも誰かやってる。キノピオくんがやったのかな。これも吸い取っとけ。よし、オッケー。ん、なになに、おお、おいおい。ガチモンの怖いやつじゃねえかこれ。絶対入りたくねえ、僕一人だったら。あ、なんかあるぞ。何を作るんだろう。バーベキューコンロっぽいけど。おお、金を。なるほど。ここに炎がある。これ使いそうだね。ここテストに出るぞ。よし。ちょっと覗いてみよう。消えてる。ロッジ。動いてる。いや、お化けんか？どっちだ？なんか寝てるな、上で。で、なんだ。普通のやつじゃん。いや、めっちゃ見てる、こっち。おお、金が、おい、ちょっと、待って、早く、金が消える前に金を取れ。僕は金にはうるさいんだから。あれ、違う、下まで、下段まで行っちゃダメだった、こっちだった。金にはうるせえんだからな。金がないと何も始まらない。よし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 、
おお、いるやねえか。やばい、よし。あれ今いなかった？よし、ちょっと吸い取っといて。なんかここもいない？ん？なんか怪しいな。よし、あそこの尻尾もちょっと怪しいぞ。あれ尻尾怪しいけど、あれお化けじゃないのか？これなんだろう。上にもいるな。おう、骨骨ロックがあった。うん、これおお、おお、なるほどね。それでしたか、この方、このお方でしたか。オッケー、はいはいはい、出てくるの知ってる知ってる。キノピオくんを転送する装置だね、きっと。そう、どうだルイージ君、キノピオくんに会えたかの？何見当たらないじゃと？そそかしい女子はどこを突き歩いてるんじゃ。別の場所も探してくれるかの？よし、ドライルーム。お化けいるんでしょ？スキーの、お、すごい。なんかあの、沈まないようにするやつ。これは？ん？島、島。お、なんか、ずれたぞ。これは一体。え？うわ、びっくりした！くっそ！わかってるのにもびっくりする。よし。はい。オッケー。ちょっと、な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 んこれ。あ、これで、溶かすんだ、わかった。こんなのなんかゼルダでやった気がする。ゼルダで溶かした気がする。おーおー、ちょ、転がってくるの怖いな。うーん。うわ、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 ちょっといるやん、あそこ、ね。あっち行っちゃった。でっかい、何あれ、月？こっち側、こっち側からまず見ていくか。なんか怪しくね、これ。ほら。OK。ここに、ここが目的地か。じゃあちょっともうちょっと見て。これは？おー、なんか水が上がってったぞ。ん？あ、テレサちゃんがいる。テレサさん、取らなきゃ。何してんだあそこ、一人で。一人遊びか、うん、僕みたいに一人遊びしてんのか、仮面ライダーのフィギュアで一人遊びしてる。僕と同じ。いねえじゃん。あ、いた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 、早く捕まえろ。ああ。おう、じゃねえ。全然あの、追いかける気はもうゼロなんだね、ルイージは。何これ。下が透けて、おお、ちょ、待って。これ、下が見えてそうで、上だ！あれ？上じゃねえのこれ。四隅を引っ張って、どうだ？おおおおおお、金が、え？ねえ、それで、あれするんじゃなかったの？ねえ。あれ？思ってたんと違うんだが。なんか、あ！なんだ、天井に見えてるんじゃなくて、呪い玉で消されてたのか。おーい。下氷だったんだね。わあ、ありがとう、ルイジさん。助かりました。いや、どう見ても助かってね。首がいっちゃった、キノピオ。大丈夫か？おい。当たりどころが悪かったんだな、これは。こんなところまで来てくださるなんてとても嬉しいです。どこまでもあなたについていきますよ。なんか光ってない？下。いや、もう跳ねないでいいよね。見て、下。うわぁ、大丈夫か？
うわー寒い。埋めとけもずっと。また首おかしくしちゃった？ひょほーじゃないだろ。おお。なんだ？ハロー。レイジ君聞こえるか？地下に落ちたようじゃな。そこは採掘場だったところじゃ。エレベーターがあるはずじゃ。オッケー。これキノピオ君がいるとまたちょっとおお、なんか上がってった。ここ。おお、上に行こうとすると。なるほど、なるほど。ちょっとまずは。おお、マジか、そっちか。こいつが出てくるのか。はい、こいや。これを、あ、違う、これは何？サファイアか。サファイアがある。これどうしたらいいんだろう。またキノピオくんを多分使うんだろうけど、こっちを吸わしてみて、この気流に乗せてみるか。どう？どこ行った？あ、上行ってる。僕も行きたいんだが、上に。あ、おお、はい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 。これな、あのさ、宝石はどうなった？これ、あるぞ。ほら。おお！あ、いや、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。おお、痛そう。こっちはないね。オッケー。宝石取れたわ。よっしゃ。地下ターミナル。ああ、これ、あれか。怖えやめろよ、キノピオ。脅かすなよ。なんで途中で止まるんだよ。ちょっと怪しい。こういう、あるわ。あるけど、いけない。他に怪しいとこはないよね。なんだこれ。おお、びっくりした。おお、金だ。寒そう。どうした、おい。ねえ、何してんの。えお、またおかしくなっちゃったの。元からおかしいなと思ったけど。おい、眩しくなると元に戻る。なるほど、みんな教えてくれたね。こっち行っていいのかな。左が一応正規ルートっぽいけど。これは見れるってだけか。他に、あ、おお、あ、ちょっと待って、これ行っていいもんか。ちょっと行ったら長そうだから、下の方行った方がいいんじゃない、先に。なんとなくこれは行ったら向こうが行っちゃうもんね。これどこ？びっくりマークのとこ先行こう。氷の採掘場。かか、行き止まりのようですね。ん？クイージさん、あれを見てください。何？博士が言ってたエレベーターはきっとあれです。でもどうやって渡ればいいのでしょう。どれどれ、覗いてみよう。橋が壊れかけてる。見逃さねえぞ、あれ。どこに落ちたね。待って、どこに、デレレーンつって今、どっか行っちゃった、どっか行っちゃったんだけど。まあ、これをこうでしょうな。今までの感じだと。そんで、おお、鍵がある。これもうやれるとこないよね。ないっぽいな。これ下に、下側に行けるってこと？ここに。ん？ちょっと待って、今、テレサの声しなかった？さっきさ、絶対テレサの音したよね。どこだ？ん？あ、これか？
何これ、松明ぐるぐる回せ。おお、びっくりした。こんだけこれは関係ない。おい、大丈夫か大丈夫か。泡が出たらすぐに、え、なんか今泡出なかった。泡出た出た出た、よし、おお出た、よし、じゃんじゃじゃーん、僕テレフォン、お化け国なかなかいいとこじゃん。オッケー、シュンシュン言ってくれ。よし、ギュムギュムギュム、オッケー、取れました。下側から、ああなるほど、向こう側から行けるんだな。おお、大丈夫か。うまー、おいで、これこんぐらいでいけるかな。おし、いった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 、人と見た、あ違った、おお、何ここ、いけそうでいけない、いけるっていう、こんにゃろ、おお、さらに鍵、オッケー、おお、金が、俺の金だ、取らせるか、キノピオには。よし、ん、いるぞ、下にいっぱい、いや、ここにいるのか、違ったキノピオだった。おお、いる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 、上にいるやん、普通にいたわ。2匹同時いけるね、オッケー、普通に上にいたっていう全然気づかなかった。はい、はい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 、おお、吊り橋が治ってる、ほい、大丈夫、なんか壊してないねじってないこれ、うわ、怖っ。ねえ、これ風要素すごくね。あ、でももうできるようになりましたバランス取りました。え、まだテレサいんの。テレサの声するけど、よしよしよし、どこまで行く はーい。ちょ待って、釣り場、でもキノピオがいないからな。あ、待って、これ。これも、あ、わかった。これ直せるんだ。で、これでキノピオちゃんを呼べばいいんだ。いいか。よし。オッケー。ん？なんか増えてない？何あれ？まさかそこから出てくるとは。なんか奥になんか変なのいるけど。おーい。なや君。いや、めっちゃ懐いてくる。食われてないね、ルイージ。食われてない？ガジガジ。なんなんだ？誰？バイバイ。めっちゃ食いついとるが。なんか足伸びてるよね。なんでこんなモフモフと戯れてんの？キノピオくんがベースラバーに混ざったぞ。どうやら無事に地下から脱出できたようじゃな。君も帰ってこい。25分かかったよ。長い。ランクは？箸一つです。
二人とも無事でよかったよかった。もうダメかと思ったわい。イライラ吸い込んできたおかげでオバキュームが8切れそうじゃ。一度中身を出してもらおうかの。キノピオくんはまだ凍えておるようじゃが、まあそのうち元気になるじゃろう。キノピオくんが言うには、結局ダークムーンのかけらのことは何もわからんかったようじゃ。テレサのやつめ、こんなところで一体何を企んでおるんじゃ。そういえばキノピオくんが今回もまた監視カメラの写真データを持ち帰ってくれたぞ。どれどれ、次は写真データ見る感じかな。まあテレサ撮れたんで OK です。鉱山の最下層、そのまま行きましょう。監視カメラの写真データを解析しておいたぞ。どれどれ、なんだあれ、なんじゃこれは。お化けがクリスタルの中に閉じ込められておるざい。何のためにこんなことをしてるんじゃ。なんかテレサ祭りじゃない。ちょ待って、あれルビーかなんかがない、右に。こっち、みんなあそこから全部のクリスタルを運び出そうとしておるようじゃ。嫌な予感がするぞ。クリスタルを欲しがってんのか。テレサがたくさんいるの。あのお化けたちは操られてるっていうか。あ、まったくテレサたちも働き者じゃわい。おそらくテレサを裏で操るクラムクがいるに違いない。いやだってワンで戦ったじゃん。これは金まで一緒に運ぼうとしてる。え、なんだこれ、なんか光当てて。この構図。何これ。あーんみたいな。あそこに映る影、どれどれ、どれに、どこに影が。このでっかいの、まさか君も見覚えがあるかの。そろそろ君も気づいたのではないか。あ、本当だ、でかい、本当に影、でっけえ影あった、見えてなかった僕は。オッケー、監視カメラの写真じゃが、なんともやばい予感がするの。テレサたちは何のためにお化けをクリスタルに閉じ込めておるんじゃ。まったくわからんわ。とにかく写真に写っていたことが今もあそこで繰り広げられているのかもしれん。あんまり時間経ってないのかな。一体あの場所で何が行われているのか、すぐに調べに行くんじゃ。だいぶ奥の方だね。写真に写っていた場所は採掘場の最下層にある水晶の間のようじゃ。今すぐそこへ向かってくれ。そこに行く途中、わしが作ったテレポータルを見かけるじゃろう。わしの最高傑作の一つでな、空間を飛び越えてある場所へとある場所を直接つなぐアンビリバボの装置じゃ。動作をキノピオ君で確認済みじゃからの、安心して使うがよい。それ最初のステージとかにも置いとこうよじゃ。いつも同じパターンだな。よし、あ、これ影があるんじゃない。オッケー、泡出た。あ、ちょっとやめて。じゃあ、おお、いきなりテレサいるとか。僕はテレトリンだよ。そう、君がルイージさんですか。やっぱり吸い込んじゃう。吸い込んじゃう。これ吸い込みの邪魔しに来てんの、あれ邪魔しに来てんの。なんかえらい上があるな。できたできた。よし、キューキュー言って捕まえました。さて、じゃあどっちに行ったらいいのかな。地下3階エレベーター、エスカレーター、エレベーター降りた方がいいのかな。ん、なんか今ガタガタしてなかったねえ。めっちゃ気になる、ガタ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 が気になるから戻りまーす。なあ、なんだよ。こいつらなんなん、これ何これねえ。ちょっと顔が怖いんだけど、口がでかいのかこれ。おーおお、金出した。おお、なんだ、金製造機かこれ。あっ金じゃなくなったら金がないと見た。やってることカツアゲじゃねえか、ただの。どこがスーパーヒーローだよ、ほんとひでえぞ今の。やってたの。今のひでえぞ、ほんと発着場。
なんだ？あ、これか。テレポータルって言った？やだ、僕絶対行きたくねえ。怖すぎる。どう？どこに？あ！めっちゃ近い場所じゃん。It's me. どれ？行くの？行った。勇気ある。ん？ちょっと待って、これは。こっち行けるんだ。で、こうでしょ。おー、すげえ。ギミック凝ってんな。氷の回廊。ん？ここにもなんか残骸があるけど。大丈夫これ。行ったら戻れないパターンじゃない？ほら。あ、あれがある、多分。あ、あー、ちょっと待って。あった左にくっそ左に宝石あった今見えた悔しいですくる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 おおこれでもないよ残念鍵はありませんでしたここなんかないかこれなんこれおいあーくそよしあこれもテレポータルでえはあはあちょっと待って鍵ねえんだけどこれどっかあんだなここにこれまずこっち行ってみますあーある取れた取れてねえじゃんマジっすかなるほどあ取れてんじゃん取れてんじゃんいやもう一回行くよだって宝石あったの見たもんこれかオッケーバッチリコインか頭と背中で受けるなんか怪しいなこれなんかステージ1ぶりですね、ここにあちょっと待ってああらオッケーオッケーこれがまず焼けるこれも焼ける大丈夫これやべえ敵をなんか作っちゃったんじゃないもしかしてああちょっと待っていや、マジか、ちょっと。まさかこんなにいっぱい来ると思わなかったから。いい終わりだ。よし、できました。まず、ここの宝をゲットして、なんだ、大したことなかった。ちょ、待って、これ、これ、閉じなきゃダメだよ、これ。OK。できた。逆吹きが大事だね。よし、こんなもんか。うん。昇降ルーム。昇降。危ない。昇降ルーム。ん？おー、なんだ？おー。あ、反応しちゃったよ。こっち見てない？うん、あ、よし、いけた！いや、もう吸い取っとけ。よっしゃー。回して。カラ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 。やられ方が、激しいアクロバティックでね。おお、ちょっと待って、こっち行けるんかい。いや、むずいな。あれがぐーっと落ちるのか。まあ、限界まで落としとけ。よし。なんか使うんじゃない？
ルイージ君聞かれるか。どうやら最下層に着いたようじゃな。水晶の間そのあたりのはずじゃ。オッケー、分かった。何が起こった？ちょ、覗け。いや覗けねえ。でワープがあって、ふんふん、これ覗き、どれどれ。いやめっちゃいるやん、変わってない、さっきと。なんか赤くなってる、中に入ってるみんなが、余計に。うん、あ、これ、これ燃やせられこれ燃やせられないのか、別に。これも、これが溶けてないからダメ。ああ、こっから覗ける。ん？保管庫。あ、鍵あるおい、ここにあるんだよ、鍵は。取れるかな取れないでしょ。ちょっと待って、どこにヒントがないか。そう、どうしたらいいんだろう。おお、びっくりした。よし、あ、ちょっと待って、よし。そういや、ストロボタメを使ってくださいって言われてんのに全然使ってねえな。これなかなかさ、貯めるの難しいんだけど。オッケー、あ、こっち緑いける。動物、鉱物採掘庫、なんか引っ張るとこがありーの。なんか動き出した。あそこ、はいはいはい、お、あれは普通の宝石じゃないか。何にやられた今。おお、こっちにもあるぞ。何これ、あ、岩が。あー、なるほど、これで岩を温める的な。温めるのがなかったもん、向こうに。わかったわかった。で、これを燃やしました。燃やしてね。あー、投げちゃった投げ、プッて投げちゃったよ。おお、はいはい、これで入れるようになった。よし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 、いいぞ。で、あそこの鍵を取りたいんだが、これを回すと、はいはいはい、うん、あ、ここにあるわ、木が。みっけ、え？あの矢じ、あ、こ、一応溶かすんか、まずは。燃やせ。燃やせ。なんだろう。はいはいはい。岩があった。石炭か？あ、石炭だと、投げれんだ。オッケーオッケー、わかった。はい。できましたね。ほんと謎、謎解きのレベルが高い、もう。ん？ちょっと待って。お、なんか、変なのいない？あ、なるほど。オッケーオッケーオッケー。いやー、なかなか、なかなか吸ってくんねえな。よし。宝石どこ置いてきたんだ？はい、ドゥイチ。よし。ここが目的地だよね。まあ、いっぱいいるけど、大丈夫か？さすがのルイージもこのテレサたちを。お前たちまさか、ヒノピオを突き落としたテレサたちじゃないだろうな。大丈夫か？お！もう！お前たち、やべえ、
行きたくねえ、あっちに。あっち行きたくねえ。ドゴンドゴン言ってるし。何これ、どうしたらいいの。これ、え、あれいないじゃん。わあ、びっくりした。くそ。顔近づけちゃったよ、 DS に。何、おい、出てきたぞ。お、100、強えじゃねえか。ん、お化けさんよ。やべえ、俺のジョイスティックが火吹くぜ。あ、なんか3で倒したかったな、悲しい。よし、おえ、おお、150。あー、やっぱり奥は届かんねー。よし、ちょっと引きずら回された。あの顔がいいね。見失った時の顔がいいな。あー、難しいね。 B のタイミングがむずいな。あれ食らうの。ちょ待ってや、来た。ちょ、一発もう吸い込んどいて。おい、オッケー。ふふふ、こいつらが強いって言ってたやつ、なかなか強かった。本当に大丈夫か、ルイジ君。そこで何が起きたんじゃ。なんとクリスタル、クリスタルを運んでいた。捕まえたお化けを持って帰れ、早く見たいんじゃ。こないだ出てきたやつもあれ、クリスタルのやつに強化されたお化けってこと。あんな、なんかシワシワになってたもんね、岩みたいに。630、そうだ、どうだ、星一つです。戻ったな、ルイージ君。まずはオバキュームの中身を出してもらおうかの。おお、出た。強そうだね。あれ、あ、そっか、前のやつはもう一回出てきてるんだもんね。今回君が捕まえてきたお化けとなんじゃが、いつものやつとはかなり違っていたのではないかの。で、キャツラ、何が起こったのか。あのクリスタルじゃ、あのクリスタルがお化けたちの力を強くしたんじゃ。ほとんどのクリスタルが持ち去られていることから考えると、これからどんどんストロングなお化けが現れそうな気がするぞい。この一連の出来事は一体誰がやっているのか。わしはこれからのことを考えてみることにしよう。たまには君も将来のことをじっくり考えてみてはどうじゃ。ノー、ルイージ君。余計なお世話だろ。将来をめちゃくちゃにしてるの小山博士だろ。よし、オッケー。メインラボに進め。メインラボ、メインラボが飛躍機にあんの。さてと、じゃあ、最後もね、ギャラリーを見て、ちょっと終わりにしましょうか。出た、スーパールノーマ。鉱山のクリスタルによって強力な力を得たルノーマ。武器を手にされるととても危険だが、性格は変わっていない。スーパールブリ、クリスタルの影響で体表にひび割れのような模様が浮き出している。衝撃波はさらに強力になった。さあ、だから一気に削られたのか。なるほど。お、ここまだないのが気になるね。はい、ということで、確かに強いお化けいっぱいいるね。早く2万ゴールド貯めた方がいいのかな。なんか最後に行くまでには絶対マックスにしといた方がいいですよって言われてるので、なんとかそこに向けてね、2万ゴールド貯めたいかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、辻の子でした。